だこんにちは。だこの時期は悩み多いな。いや、いろいろ悩み多いよ。まあそう、3月っていろいろ悩み、まあ例えば我々の立場からするとさ、うん、まあ開幕オーダーとか、うん、順位予想だとか、はい、まあいろいろ悩むよね。悩みますね。俺がなんで悩まなきゃいけないかと思うよね。いや、確かにゆでかさんのことではないですからね。まあ、そうだよ、実際はもうね、そうなんです。お仕事で、まあ、っていうことなんですけど、まあ実際今、はい、ね、監督さんたちも各チーム誰をスタメンにするっていう悩んでる監督さんもいらっしゃると思うんですよ。まあスタメンどころか誰を使うっていうのがな、うん、そうなんです、まあ、そこら辺でこういろいろあるだろうな。中でもここのファンが多分一番今悩んでます。はい、中日です。おお、中日ね。はい、まあずっと二遊間誰になるんだと言われてきました、ここ数年。まあだけど昨年の悩み、一昨年の悩みとは違って、ある程度レギュラーという意味での扱いの悩みだからさ、うん、そうなんですね。昨年までは本当に一軍のベンチっていうことだったからね、はい、悩みのその楽しさが違うよね。あ、そうですね、種類が全然違います。まあ種類が違うというかね、はい、選択肢がある中での悩みということですよ ね、まあ、ね、ここに来て、はい、サード争いが非常に熾烈になり、うん、高橋周平選手、石川選手、どっち使うのと。もうちょっとどっちか企業だったらいいのにな。そうなんです。で、レッタ津波監督もこれ、あの石川選手が状態がちょっと上がってない時に、やっぱ高橋周平選手が調子上げてきたと、やっぱ調子いい方を使うよっておっしゃってたんですけど、それに感化されたのか、やっぱ石川選手も上げてきてると、調子を。でこの2人がオープン戦で高橋周平選手、石川選手で並んでたんですけど、周平選手が打つと石川選手も負けじと打つんですよ。いや、だからまあいい競争になってきてるよね。そうなんです。で周辺ももう復活という意味ではね、はい、もう今年やらなきゃしょうがないし、うん、まあ本当に今年にかける強い気持ちっていうのはあるだろうしね、はい、ただ石川もやっぱここ2年、うん、ね、4番まで使われて、はい、期待された人に対して、うん、立浪監督に対してやっぱ恩返ししないとな。まあそうですよね。豊さん、まずサード問題、はい、どっちを使いたいか。どっちを使いたい。まず高橋周平選手、3月19日時点ですけれども打率5割です、うん、はい、まあ、打ってるよね。打ってます。いや、まあ、高橋周平っていうのはさ、うん、そういえばそこそこやれるよ、うん、こう実績もあるし数字も持ってるしさ。そうですよ、ね、うん、だからやれるのはやれるよね。もともとはもちろんあの年齢ということもありますけども、高橋周平選手の方が先にサードを守っていたと。もちろんもちろん、はい、立浪監督が、うん、まあ、手塩にかけて、まあ、3年目、うん、2年間こう石川をね、ずっとこう中日の軸にしよう、はい、看板にしようと思って使ってきた、うん、まあ、その期待にはなかなか応えてられなかったけども、はい、だけど可能性のある選手だからな。そうなんですよね。だから周平はこう立浪監督が就任してから下降線をたどったというかさ、はい、ただし今年ね、期待に応えようと思って一生懸命やった結果が状態を上げるようなことになっているという、うん、保険をかけるという意味ではやっぱ高橋周平を置いといて石川を使うかなっていう、うん、まあ、ただその日曜日の阪神戦で2人とも2安打していて、19日の楽天戦では高橋周平選手が3打数2安打、一方で石川選手が4打数1安打、うん、で高橋周平選手はもちろん DH で出ていて、サードで石川選手が出ているというところで、まあ、5割と1割5分6厘。高橋周平はこのまま使ったら多分打つと思う、うん、じゃあ使いたい、ね、うん、ただその石川も打てる可能性があるからね、だから分からないよ。だからまあ例えば中田翔がちょっと休みやがると、うん、その石川がファーストに行き高橋周平がサードっていう可能性もあるよね。あ、じゃあそこはビシエドとかではなくて可能性はある。可能性はあるのか。可能性はある、ある。この数字のままいくと高橋周平選手のドラゴンズの中でもファンは、いや高橋周平選手を使ってほしいよって思う多分ファンもいるとは思うんですよ、ね、ただ立浪監督はずっとチームをやっぱ改革しなきゃいけない、うん、変えていかなきゃいけないという中で、うん、やっぱ石川を育てたいっていう気持ちはね、うん、いや強いと思うんだよ、その思いは、うん、だから石川もとにかく頑張ると、うん、石にかじりついても、うん、とにかくやり通せみたいな思いはやっぱあると思うんだよね。2年間やっぱこうずっと我慢して使ってきて、うん、だからその思いに石の上にも3年じゃないけども、石川が3年目でしょ、立浪監督で、はい、だからここら辺は俺は石川をやっぱこう使っていって、うん、ダメだったら周平がいるっていうことでいいんじゃないかなっていう感じですよね。
例えばそれで高橋選手のモチベーションが落ちてしまうとかっていうのはないんですか？あ、それはやっぱ会話だよ、うん、あとはやっぱこう使い方、はい、だからまあ例えばその常に1試合何かしらで使っとくというか、うんうん、まあ、代打でもそうだろうし、はい、守備でもそうだろうし、まあ、そういうので必ずこう使っとくという1試合どこかではどっかではね、うんうん、だからまあそういうことをやってて石川がダメだったらまあすぐ周平行くと思う。ああそうか、うん、それはそうだと思う。だからね、周平が打てるようになったのっていうのはね、ステップしてからまっすぐに対してすぐステップと同時に打ちに行けるようになってるんだよ。去年までそれまではね、疑ってバットがあんまり出てこないんだよ、うん、でもそれが出てくるから、はい、あの速いボールに対して対応が効くようになってきてるんだよ、うん、だからまあちょっと変わったな。あ、その変わったことがよく、だから間がないといけない、間がないといけないって言うけど、うん、ボールを見すぎてる部分があるんだよ、うん、やっぱりね、打ちに行って見逃すということができている、はい、高橋周平はそれを多分掴んでると思うんだよね、うんうん、だからあの安定して打つと思うよ、うん、そんなに慌てて使う必要もない。石川の状態を見て使っても俺は遅くないと、うんうん、例えばじゃあ開幕するために石川選手でサード行こうとなっても、例えば4月中になかなかいい結果残せなかったら、もうそこはスパッと高橋周平選手をじゃあもうスタメンサードで、まあ、行かざるを得ないよね、うん、今年はやっぱりある程度 A クラスに行けるチャンスも、うん、ね、あると思うんだよ、うん、だからそこら辺は、待てないと思うけども、うん、周平の腹の中では、うん、やっぱりよその球団もあるっていうぐらいの、うん、やっぱり居直りはあると思うんだよね。そうですよね、うん、だから結果を出し続けて、うん、もし中日でダメだったら、うん、使ってもらえないんだったら他行くっていうことも、もちろんやっぱ頭の中にはやっぱあると思う。もう個人事業主ですから。そう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 、うん、だからまあそう、もう追い出せるか追い出せないかっていうのは石川のバッティングだよ。あ、だから石川選手次第ってところがここ大きいんですね。いや、だからまあ石川もまあ素材的には素晴らしいものを持ってるしね、うん、コツをつかんだら周平ぐらい打てるぐらいの力を持ってるよ、はい、うん、ただし今年がやっぱチャンスだよね、はい、うんうん、でもミスタードラゴンズになりうる素材の持ち主だから周平って、うんうん、だからここで時を待ち、うん、一気に行くかっていうところだよ。すごいな、この味方の中での。だから虎視眈々と狙うためには、うん、まあもちろんそのこれだけ打ち続けたら開幕周平で行く可能性もあるよ、はい、うん、ゼロではないですよね。ゼロではない、うんうん、もしかしたら石川のモチベーションがガクッと下がるかもわかんないけどね、うん、これはやっぱもう数字が表してるからしょうがないよね。そうですよね。どうですか、高橋周平選手とこの石川選手は残り試合全部2人とも出させて競争させようっていう。いや、それはもちろんそう、ね、思ってますからね。そうだそうだよね。あ、これだけ高橋周平が状態がいいとさ、うん、中島と高橋周平がベンチにいるっていうだけで、怖いな、やっぱり嫌だよ相手は。そうですね。で大島もいるっていうことになってくるとさ、います、うん、やっぱそうは相当熱くなってきてるからね。確かにそうですよね、うん、ただやっぱスタメンでレギュラーで出たいって思うが、いや、それはあるよ、ね、だって周平だってあのゴールデングラブとかね、うん、まあ、そういうことを取った経験もあるし、うん、守りっていうことを考えるとやっぱ安心して 見てられるしね、うん、ただ石川も成長させなきゃいけない、うん、まあ、そういうこともあるし、いい悩みだよ。そうですね、ああそれは、うん、だから楽しみな悩みだから、うん、大いに悩んでほしいよね。確かにあの去年はね、本当にあのいない中での悩みでしたけど、はい、今年は本当に人材というか選手たちがいる中での競争での悩みなので、まあ、そうだな。いや、あの本当に中日の開幕のスタメンオーダーが楽しみですね、楽しみだな、ますます、うん、はい、まあ、どうなるかね、はい、俺だったらこうするっていうのは出してます。わかりました、はい、はい。